彦崎駅は、岡山県岡山市南区彦崎にある、西日本旅客鉄道宇野線の駅である。駅番号は、j r l a 9校内配線図 A、茶屋町 B、宇野相対式ホーム2面2線を持ち、列車交換が可能な地上駅。両ホームは、古線橋で連絡している。出入り口は、2カ所で、両側ホームの中央付近にそれぞれある。 交換設備があるが、安全側線は設置されていない。小島駅管理の無人駅だが、上下線ホームそれぞれに待合所があり、上りホーム待合所内には、近距離ギップの販売、交通系 IC カードチャージ機能のついた自動券売機が設置されている。早朝に、岡山から東駅折り返しの回送列車が1本設定されている。 これは、ダイヤの都合上、隣の茶屋町駅で、サンライズ瀬戸を退避することができないため辺たり駅まで改装される。この車両は再び茶屋町駅まで改装された後、茶屋町の間の区間運転列車として使用される。現在は普通電車のみの運転となっているが、右行連絡線が現役だった頃には、優等列車や四国への貨物列車が運転されていた。 名残で行き違いの線路有効長が長い。友人駅時代の駅舎の跡地や貨物扱いをしていた名残の跡地も下りホーム、宇野川に残っている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅前にはタクシー乗り場、駐車場、駐輪場、ポスト、公衆電話がある。ありがとうございます。